だって思われるのも嫌なのでだって思われるのも嫌なのでの形で読者の人が読む時のことを考えて、めくった時にここに何があるか、最初に目に飛び込んでくるものがどういうものか、そこに驚きがあってほしい、目を引いてほしい。僕の場合は下書きで大切なパーツっていうのは、やっぱり目です。この今目が入っているという状態でもうすでにこのキャラクター生きていると僕は思ってます。髪の毛です。こういういかようにも決まった形がないのでこれが一番楽しい僕が筆で描いているそのこと自体が日本の漫画家の中では割と珍しいことだと思います。で、筆の場合はもっと自由が利くで、偶然性とかコントロールを超えたところに筆が行ったりかすれたりとかそういう面白さがあるので、僕が描くキャラクターっていうのはみんな僕の何か、僕の何かを、分け与えているというか、難しいチャレンジを負わせてしまう、犯してしまうということがあると思うんですけど、そのいろんな表情を描いているときに自分自身の表情がきっとその描いているキャラクターの表情と同じ表情になっているはずなんですけど、これはほら静かな顔じゃないですか、割と怒ってないので、またそういう顔の時にはもっと変わるんでしょうけど、僕の描く漫画っていうのはいわゆるこうおとぎ話とか、ファンタジーの世界っていうよりはもっと何でしょう、人間そのものに近い、架空の人間なんですけどドキュメンタリーを撮ってるかのように作るっていうのが僕の漫画だと思うので、実際にその僕が考えるいい漫画